これは練習がないオフの日の物語です。おはようございます。本日はですね、私、久しぶりに練習がない日となっておりますので、オフを満喫していきたいと思っております。寝癖どうなっとんのこれ。横から見るとまだマシだけど、縦から振るとクワガタみたいな。やったはい、まずはですね、こちら私が血と汗がにじんだ練習着をまずは洗っていきたいと思います。はい、おお、何見てんだよ。はい、それじゃあですね、準備の方ができましたので、今日の朝ごはんの方を調達しに行きたいと思います。朝ごはんはですね、僕の家の近くに1000円でフルーツサンドが3つ買えるみたいなところがあるって聞いたんで、本日はそいつを朝ごはんにしていきたいと思います。玄関金利実質ゼロ。はい、それではですね、着きましたので行ってみたいと思います。ここですね。シャインマスカットサンド1つとミックスサンドと、あと栗でお願いします。イエーイ。3つで1000円ってめちゃくちゃ安いですよね。私が買いましたのは一つ目がこちらですね。シャインマスカットサンドとミックスクリエス。はい、こいつを今日は朝ごはんにしていきたいと思います。やった、甘い甘い甘い。何も間違ってない。オフの正しい使い方がこれ、本当に。おん、これ一番うめえ。シャインマスカットとびっくり、甘さの暴力殴られとる今。さっきシャインマスカット食べて、で今栗サンド食べて、なんていうのこれ、なんて表現したらいいのこれ、甘さの甘さの煽り運転みたいな感じですね。これ食ってみな。おぶるぞ。今もう口の中がもう、なんていうんですか、もう甘さの暴力を受けてるんで、ちょっとね、ほんの少しだけ、しょっぱいものをね、食べたいと思います。フィレオフィッシュを2つと、ナゲットを、1つ、ポテト L 1つ、以上で。はい。いえ、ないですね。あ、回るポイントカードがあります。あります。R ポイントカードありますか ？R ポイントカードあるかな ？R ポイントカードだけに。やった！はい、ありがとうございます。どうも。イエーイ。マックのこの旨味成分で、もう車の中がやられてる。くせ、あ、くせ。でもうめえ。この匂いうめえ。でもくせ。はい、買ってきました。マクドナルドの中で一番好きなやつが、このフィレオフィッシュ。これがうまい。このどこの魚を使っとるかわからん感じが素晴らしくうまい。本当はフィレオフィッシュをもう7個ぐらい買おうと思ったんですけど、全然食べれるんですけど、まあさすがに店員さんにすごい申し訳ないなと思って、2個にしました。しなしなやん、このマックナゲット。これ許せんな。うまっ。マックの店員さんにもらったやつ。店で買えよ。
メルカリからの企業案件ってやばいです。もしメルカリが、自分の所属になったら、第4レーン矢橋くんメルカリ。はい、ごちそうさまでした。はい、始まりました。バシ君のお風呂チャンネルのお時間です。やったー。あ、全然湯が溜まってない状態で本当に寒いんですけど、見ますかこの状態。あれが映っちゃいけないんで、もうこんな状態です。はい。